若葉です。私は今タイのバンコクにいます。で、今日の夜、夜って言ってももう夜中かな、あの真夜中に着くフライトなんで、にインドに行きますそう、あのいろいろと噂があるインドへ行っていきます。で、これから、まあ、パッキングとかしたり、お昼食べたりとかして、夕方ぐらいにここは出るかな。で、私の今ここおる場所なんやけど、カフェです。で、あのここにいるのが実はホームステイをさせてもらってます急遽、ほんまに急遽。なんでこうなったかって言ったら、安宿を取ったんですよ。1泊700円ぐらいのカオサンロードあたりのところで取ったんですけど、ちょっとね、そこが合わなくって、私のベッドの下にもう多分ホステルに住んであるんかな、のホステルの主みたいな人がおって、で結構ね、まあ睨まれたりとか、ちょっと雰囲気悪かって、いやこれ結構精神的に厳しいなと思って、ちょっとなんか匂いとかも含めていろいろと、もろもろと、これはちょっとインド行く前に体力ここで使ったらあかんなって思って、もう2日目でギブアップして、よし移動しようと思って出たんですよ、そのホステルを。で、エアビーで予約したんですね。当日予約した私が悪いんですけど、キャンセルになっちゃったんですよそう、あーやばい、私今日どこ泊まろうみたいなになって、ここのね、オーナーのお姉さんがすごいいい人で、なんか近くにホステルとかホテルとかあるっていうので教えてくれて、聞きに行ったんですよ、空いてるかとか値段とか。じゃあなんか空いてないか値段がめっちゃ高いかみたいなしかなくって、どうしたもんかなと思って、で、とりあえずまあカフェでフーってして、よし、パソコン開いてもう一回ネットで探してみようと思ったよね。じゃあよかったらなんかもうここ泊まるみたいな、なんかカフェの2階3階が住んでるところなんやけど、ここ泊まるみたいな言ってくれて、へーみたいななんとすごいね、破格で330バーツやから、ほんまに1300円とかで泊めさせてくれることになったんですよ。この見ず知らずの旅人に、やで、なんかいい子そうやしいいよみたいな泊めてあげるよみたいなわーって思って、そうで、ここに泊めさせてもらうことになったっていう感じですだからね、今ここのカフェに4日間ぐらいお世話になってるんですけど、ほんまにね感謝で、昨日もあの最終日やったんですけど、私のここでの生活が、でその家族、どこの子供とかが来て、みんなでお買い物行ってしゃぶしゃぶしてとか言って、もほんまに楽しかった。なんかもうハプニングあってくれてありがとうって感じでね、ここのカフェのご飯もめっちゃ美味しくって、だからね、あのここを出ちゃう前に最後にここで食べたいなと思います。っていうことで、今日のブランチ、これがいちごのスムージーを頼んで、でこっちがねパパイヤの入ってるヨーグルトを頼んだんやけど、なんか YouTube 撮ってもいいって言ったら、もちろんっていう感じで、アボカドとココナッツのシーコもくれためっちゃ嬉しい。アボカドとココナッツやって初めて飲む。いただきます。ちょっとココナッツの風味かな、甘みの感じが鼻からさって抜ける感じがある。めっちゃ美味しい、ココナッツとアボカド。うん、パパイヤのヨーグルトです。最近乳酸菌系、乳酸菌系っていうかな、ヨーグルトとか牛乳とか取れてなかったから、やっぱね、体は資本やから、ほんまにねバランスよく食事は取るように心がけてます。昨日もなんか野菜取れてなさすぎたから、しゃぶしゃぶ温野菜にできました。もう野菜ね、全種盛りをかけるに頼みましたI'm happy with you って言ってね、こうやってね、いつもご飯食べるとき横に行ってくれるんよねエクトスター今日のブランチアロイアロイアロイでね、ナリも自分のコーヒーショップをオープンするのがずっと夢やったって言って、その私もその世界一周するのがずっと夢やったみたいな話で、結構意気投合して止めさせてくれるようになったんですけど、バンコクの中心地からは若干離れてはいるんやけど、カフェオープンしたてやから、もっとお客さんに来てほしいって言ってたんで、過ごしやすいカフェなので、もしよかったら来てみてください。 Yeah, I want to you a coffee and this coconut flower is the best formFishery me. ちなみにカフェの中の様子はこんな感じです。
2階にもくつろぎスペースみたいのがあって、じゃーん、めっちゃ良くない？なんかね、ここで私も YouTube の編集作業とかさせてもらってたんやけど、なんかこの吹き抜け感もめっちゃ好き。はい、ということでちょっとこのカフェでもう少しくつろがせてもらってから、夜中のフライトに向けてドムアン空港に行きたいと思います。はい、ということで今がちょうど4時半になります。で、結構渋滞とかも今の時間してくるかな、早めに行こうかなと思います。ちょっとね、まあ、大荷物での移動が結構大変やから、グラブで空港まで行きたいと思います。でもね、4、50分ぐらい乗っても1000円ぐらいで行ってくれるんですよ。すごいありがたい。じゃあ行ってきます。ドムアン国際空港に着きました。で、今が、5時45分です。エアアジアでこのドムアン国際空港からまずインドのコルカタに行きます。で、このね、めっちゃ安かったよ、フライトチケットが。バンコクからコルカタで13,000円で、コルカタからバラナシが6,000円やから、合計2万円弱ぐらいなんですね。バンコクからバラナシに直接行こうとすると、私見た時は3、4万ぐらいしたから、なんかコルカタ1回乗り換えてもいいかなと思って、安いのでゲットしました。だからね、ちょっとこれからチェックインして空港の中に入りたいと思います。エアアジアってオンラインチェックインをしたんやけど、私携帯にそのバウチャーあったから、それをね、出国ゲートのとこピッてするだけでもう一瞬で入れて、手荷物の重さチェックも帰りの航空券とかも何も確認されずに入れました。で、まだ今6時なんやけど、フライトが10時55分でまだ時間があるので、今回ね、この旅のために新しく発行したプライオリティパスを使ってラウンジに来ました。出国審査を出てすぐにある、ここがザ・コーラル・エグゼクティブっていうラウンジに来たんですけど、早速下に降りてちょっと中を見ていきたいと思います。で、中撮影してもいいよとのことやったんで、ちょっとラウンジの様子も撮っていきたいと思います。ザ・コーラル・エグゼクティブ・ラウンジ・ドムアン・エアポートって書いてる。で、見て、飛行機がすごい、めっちゃ近い。これ窓から飛行機見えるのめっちゃいいね。わあ、すごい広い。ご飯とかもある。ということでね、ここの席を取ったんですけど、じゃーん、飛行機がもう飛行機ビューすぐそこにあって、すごいいい感じ。あー、麺みたいなやつや、そうめんみたいのもある。あ、見て、お寿司もある。野菜あんのが嬉しい。トマトいっぱい食べよう。マフィン、待って、ツナサンドある。あ、コーンフレークもある。うわー、どうしようかな。じゃーん、フルーツに揚げ物とスープ系と、で、枝豆とお寿司と野菜と前菜とサンドイッチ。バイキングとか行くといつも全種類制覇したくって、めっちゃ食べてもらうよなこの日本のネバネバでネバネバ系納豆とかメカブとかめっちゃ好きやから嬉しい。メカブかな。うん、久々にメカブ食べた、美味しい。でかい。すいません、ちょっとフォークなんでぶっ刺しちゃったんやけどめっちゃ、なんやろこれ、揚げてん。めっちゃ美味しい。これね、サーモンなんやけど、ただもののサーモンじゃなくて、多分チーズ入ってるんかな。これめっちゃ美味しい。うまっ。はい、ということでね、今10時半でちょっと搭乗が遅れてるかな。今から乗れるっぽいです。ぼちぼち並んで行ってきたいと思います。いざインドへ行ってきます。無事にコルカタ国際空港インドに到着しました。今夜中の朝の1時45分 AM です。眠い。バンコクのドムアンからはね、2時間ぐらいのフライトでした。で、日本との時差がなんか3時間半あるみたいで、タイとの時差も1時間半あるみたい。とりあえずね、私今から
今日は空港泊するから、このコルカタ空港のどこかしらで寝床をちょっと探したいと思います。結構ねイミグレーションが混んでて、もうなんと2時40分です。3時、やばい、ちょっともうなんかもう意識がもうふんってなって飛びそうで、インドに必要な入国書類としてはパスポートと航空券と、あとねインド E ビザが必要です。 E ビザのオンラインビザが必要なので注意です。なんかスリーピングスペースみたいなのがカバーあったんやけど、チェックインしてから中じゃないと入られへんみたいで、と入れるのが6時間後7時間後ぐらいやから、とりあえず今日は床で寝ますこういう感じで柱とチェーンと南京錠をつけて、こっちにも南京錠をつけて寝ます。てかあんまりトラベルシート持ってきとってよかったわ。ほらこんな感じでちょっと仮眠を取りたいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます、若葉です。今8時半です。今8時半なんで、でフライトがお昼の12時半やから入れるんかな、なんかちょっと出国ゲート行ってみたいと思います。入れたらいいな。はい、眠たいわ、眠たい。じゃあ行ってみましょう。今コルカタのラウンジに来たんですけど、めっちゃいい。あ、デザート、デザート、ドーナツとかある。これ食べたい、これも食べたいで、チーズがあるのめっちゃ嬉しい。朝ごはんのビュッフェもね、あって、じゃじゃーん。こういうインドっぽいなんかナンとか黄色のライスとか、はい、ということでね、出発時間がもう間もなくでゲートが開いたのでゲートにやってきました。それからここに乗ってバラナシまで行きたいと思います。でね、なんかバラナシ着いたらお迎えが来てくれるよっていうのが、なんか友達がインド行った時にガイドしてくれた人がおって、その人いいよって言って紹介してもらったんやけど、でバラナシの観光を一日お願いしとって、そこも迎えに来てくれるみたいな感じで言ってくれたのでお願いをしてるんですけど、なんかね私のeSIMの状態がすごく悪くて繋がらないから連絡されるかちょっと不安なんやけど、出口で待っててくれるみたいなんで頑張って会いたいと思います。いい天気めっちゃいい天気。はい、無事にデリーじゃない、バラナシ空港に到着しました。相変わらず私のeSIMがね機能せんのよね設定間違えたんかな。とりあえずアミットと出会えればいいんやけど、外に出てみたいと思います。もうなんか電波通じへんしどうしようかと思ったけど、アミットが無事に見つけてくれて会えました。もう暑い暑い、どうしようと思ってたらね、ちょうど出た時に見つけてくれてよかった。ってことでこれから町の方に向かいたいと思います。なんかね向かってる途中にチャイヤさんに、ありがとう、チャイヤさんに寄ってくれたみたいで、チャイ、インドのカップいただきます。あ、美味しい。中のマサラとか、マサラ、チャイマサラ、めっちゃ美味しい。はい、ということで今チャイを飲んでガンジス川、バラナシの市内に向かってます。でなんかね、トゥクトゥクってバラナシの空港からそのメインのバラナシの市内ガンジス川付近までは大体1時間ぐらいかかるみたい。街並みはこんな感じです。このクラクションの感じが東南アジアっぽい。バラナシの中心街にいるっぽくって、すごいね、マーケットがいっぱいあって、すごいお寺もいっぱいあって、サリーショップもいっぱいあって、ワンちゃんもいっぱいおって面白いね。素敵なサリーを着ている人がねいっぱいおって、
なんか目に入る色が全部カラフル。すごいね。楽しい。ブラブラブラ。あ、牛井さん。大きいね。え、ちっちゃいの。かわいい。サモサ。これがね、30ルピーで、だいたい日本やと50円ぐらい。ポテトとか、豆とか入ってるって。美味しい。コープのお芋って感じ。はい、ということで、今ちょっとアミットの、サリー屋さんで涼んで、今5時半です。で、ちょっと今からね、このバラナシのマーケットを見に行って、ちょっとお祈りを、夜のお祈りも回っていきたいと思います。もうそろそろガンジス川。おお、初ガンジス川やん。すごい。よくここ動画とかテレビで見る場所だ。ガンジス川。今皆さん沐浴中らしいです。なんか今は結構水位が上がってるみたいです。普段はね、もうちょっと下がってるみたいなんやけど、時期によってはなんかすごいこの階段の上とかここまで水が来るんやって。モンキー、お猿さんめっちゃおるね。わあ、ちっちゃい、かわいい。すごい、なんか歩いてるだけで全然やっぱ日本と光景が違うから面白い。なんかちょっとアラジンアラジン感ある。あ、風が気持ちいい。わあ、すごい、なにここめっちゃなんか。このなんかガートっていうのが階段って意味らしくって、よくそのテレビとかで映ってるさっきのが一番有名なガートらしい。で、他にもこういういろんなところにガートがある。これは200年も前のお寺なんやって。すごいね。小舟とか乗りたいなと思ったんやけど、今この水位が上がってる時は乗られへんねんって、残念ながら。そう、ちょうど水位が高いみたいで。だからなんか川の流れが結構速い。なんか目に入る景色が全部初めてで、すごい、すごい。あ、ほんまや、ここにも階段の名前書いてるね。漫画があって、ジョフ・ベゾスか。ジョフ・ベゾスが泊まってたん、ここ。すごい、ここ1泊70万円ぐらいするんやって。ここ昔はここはもう全部王様のお家やってんて、それが今はヘリテージとしてもうなんて言うんだろう、ホテルとかになって貸し出しがされてるみたいやからめっちゃ高いって。王様のお家やって、すごいね。王様住んでたんや。結構壁になんかすごいいろんな絵が描いてる。上手。あ、ミッキーマウスもある。なんか両サイドにいろんな絵があるね。あ、ワンちゃん。ワンちゃんいっぱい。みんな寝てるね。気持ちよさそう。すごいのんびりしてていいね、この雰囲気。こういうなんかキオスクみたいな売店みたいなのとかもあったりするし、なんかお土産みたいなパッドも置いてるし、おお、なんかね、ほんまに目に入る景色が全部新鮮。面白い。気温下がったけどやっぱすごい暑い。お水買いました。20ルピー数十円。はい、酸素。あ、すごいすごい。こんなとこあるんだ、綺麗。今ね、サンセット見たいって言ったらなんか宿の屋上に連れてきてくれたんやけど、すごいなんかめっちゃ入り組んでるね、屋根の上が迷路みたい。わー、ガンジス川とかも見える。え、なんか贅沢やね、この景色。すごい。すごい、こんななんか屋根の上登ることないから。はい、今ね6時半です。で、これからそのガンジス川のプジャって言って、プジャっていうのがヒンドゥー語でお祈りっていう意味みたいなんですけど、ちょっとプジャの様子を見に行きたいと思います。
くれて、なんか40分ぐらいここにいたら始まるからって帰っちゃってちょっとあんまりよく分かってないんやけどね、なんか歌が流れたり明かりがつき始めたりして雰囲気がすごくいい感じです。なんか今音楽が止まった、始まるんかな。 OK OK Very nice nice 今ねお話ししてくれてね、ご夫婦She came from Japan? Yeah First time? Yeah Single girl? Single First day 写真撮ろうってThank you, thank you. Can I upload on YouTube channel you? Okay? Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. やった YouTube 出てくれるみたい。YouTube channel? Yeah, YouTube channel. Oh, yeah. My goodness. Hi, nice to meet you. すごい、みんな陽気に話しかけてくれるから嬉しい。Single person? Single. Yeah, yeah. Very brave. Very brave. Okay? Oh, no, sure, sure, sure. Ah, take a pic. すごい。なんか日本から一人で来たやつすっごいみんな日本から来た日本から来たみたいな写真撮ろう写真撮ろうって言ってなんか写真大会が始まった次は旦那さんですWelcome to India and enjoy the Ganga Ghat. Oh, thank you. Banaras. 楽しんでね、インディアって。My family. Your family. My family. Hey, hi. My two daughters. Oh, come. Close, Ajay. Come to close. She is coming to Japan. Yeah, Japan. Single person. Hi, son. Hi, your son? Hey, hi, nice to meet you. You here, I'm here. Okay, 場所をチェンジしてくれて。今ね、お祈りが始まったようです。なんかね、すごい周りの人がいろいろ教えてくれるんやけど、オプジャっていうのは毎日行われてて、で人々のハピネスのために毎日いろんなところからここに集まってこういう風にお祈りするんやって。でね、今すごい結構ここは あんまりやけど下の方とかすごい混雑してて、なんか毎日このぐらいの混雑だよとも言ってました。なんかコロナの時も毎日行われとったんやって。で感じたのはやっぱりここに住んでいる方々皆さんの神様って言ってました。はい、で、ね、今プジャ見終わってちょうど8時です、夜の。これからちょっとホテルに向かいたいと思います。ちょっと空港泊でね、やっぱりゆっくりは寝てないから今日はちょっとゆっくり寝たいなと思います。すごい牛柄の牛、めっちゃ牛さんおる、大きい。無事に大通りまで出てウーバー乗れました。なんか私のホテルが30分ぐらいちょっとこのバラナシから離れちゃってるみたいで、はい、ということで今夜の9時なんですけど、ようやくホテルにチェックインできました。やっぱね、空港泊やったからね、眠たいのと暑さでちょっとかなりバテておりますが、ちょっと今からシャワー入って、明日7時半にお迎え来てくれるみたいなんで、ウーバーの人が明日バラナシ観光に向けてしっかり寝たいと思います。でホテルがこんな感じでファブホステル、ファブホテルやったかな、一人部屋を予約しました。ベッドも広くて1個あって、テレビついてて、で鏡もついてるトイレとバスルームもこんな感じですね。うん、なんかまあシャンプーとかないから素泊まりって感じかな。でもやっぱ一人部屋やからね、やっぱドミトリーとかやって結構セキュリティ面とか気使ったりでしんどいかなと思って、インドは全部一人部屋を予約しましたということで、ちょっと今日はね長旅やったんで、もうお風呂入って寝たいと思います。また明日バラナシ観光行きたいと思いますので、本日はおやすみなさーい。